バーゴーパールは、ハンガリーの画家である。ハンガリー中部のヤーサパーティで役人の息子に生まれたが、父親は早く亡くなった。はじめ法律を学んだが、美術に転じ、ミュンヘン美術院で、ハンガリー系オーストリア人の画家のアレクサンダー・フォンバーグナーに学んだ。その後、パリに移り、ジャンポール・ローランスに学んだ。ハンガリーの町、セゲドを襲った1879年のティサ川の、 大洪水を描いた大作を1881年に描いて注目され、1887年には、ブダペストの芸術ホールで開かれた展覧会に参加し、大賞を受賞した。その後、ハンガリーの歴史的場面を描き、フェスティア・アール・パードが指揮した、周長120メートルのパノラマが、ハンガリー人のカルパチア・ボンチ制服の制作にも加わり、背景の人物を描いた。 この作品1896年にブダペストで開かれたハンガリー建国千年祭博覧会の呼び物の一つになった。1897年にはポーランドの画家ヤンスティカの指揮したパノラマ画のトランシルバニアパノラマの制作にも参加したオーストリア皇太子ルドルフの企画した24巻の辞典ザウストロハンガリアンモナーキーインワードピクチャーの挿絵も 描き、いくつかの教会の装飾画も描いた。ラースロー、パタキーとルドビカ士官学校の壁画も描いた。ありがとうございます。